三重バイオレットアイリスは、三重県鈴鹿市を拠点にする女子ハンドボールチーム。略称は、マビである。日本ハンドボールリーグ加盟。特定非営利活動法人三重花あやめ。スポーツクラブが運営している。チームカラーは紫。チームマスコットは、ミビー。実業団と異なり、選手たちは、鈴鹿サーキットなど様々な企業、団体に勤務。 一企業一選手を原則にしている。2016年からは、会いたいクラブ宣言をスローガンに掲げるなど、スポーツビジネスの観点での運営強化を目指す動きを見せている。2002年、三重花あやめハンドボールクラブとして設立。ジャパンオープン優勝。2003年も2年連続でジャパンオープン優勝を果たす。2005年、 運営団体を見重花あやめスポーツクラブに変更。2006年に日本ハンドボールリーグ加盟。初年度は再開の6位に終わった。2007年に見重バイオレットアイリスへ改名。ユニフォームの最も目立つ位置に入っているのが HB-101 を展開するフローラであり、日本リーグ試合の冠協賛も行っている。平成28年度は38の企業が協賛している。 ユニフォームサプライヤーは、HC 名古屋と同様のトランジスタ。地元鈴鹿の FM ラジオ局、鈴鹿ボイス FM で、レギュラー番組、ハンドボールガールズを放送。公式サイトでは、アーカイブ録音されてより後日聞くことも可能である。ケーブルネット鈴鹿では10分間の番組、スーパーバイオレットソウルを放送している。赤字は再開。ありがとうございます。